しないんですけど、こうロングドレスとか、ね、ちょ長袖とかが多いんですけど、ちょっと、初めてちょっと着てみたんですけど、なんかちょっとコスプレチックになってしまってあれなんですけど、ありがとうございます。ちょっとこれ
目にまた聞きたいと思います。ありがとうございます。なんかすごい初めて着るとすごいスースーしますね、これ短いね。あんまり短いのは普段でも履かないので、はい、ちょっとまあ、あまり人がいなくてよかったなと思いましたっていうのは冗談です。はい、ではちょっとまあ以上の話はこれくらいにして、次2曲目に参りたいと思います。2曲目ですね、ちょっとあの新しい歌なんで、ちょっと歌詞がまだ覚えきれてないので、これだけちょっと見させていただくんですけれども、はい、まあちょっとアニメでやってる鬼滅の刃の歌で、発売自体は昨日発売されたばっかりの歌になるんですけれども、はい、あのカラオケとかにはすでに入っていて、そうですね、あれオープニングの方に今日曜日やってる、まあ、鬼滅の刃のアニメのオープニングに使われてるあの明け星という歌になるんですけども、ちょっと、はい、この歌をですね、まあ、難しいんですけど、まあ、ちょっと初めて披露してさせていただきたいと思います。それでは、いい歌なのかもしれませんが、よろしくお願いします。東の空
70年代のナズメロから急に最新の歌って時代が行ったり来たりしてるんですけれども、はい、これはもう発売されたばかりの歌で、はい、ちょっと、まあ、練習中なんですけど、これからもっと多分こちらでも歌っていきたいなと思っております。はい、では3曲目ですね。3曲目はまたちょっと昔に戻ります。はい、3曲目はちょっと昔に戻ります。まあ、昔といっても90年代なので、30年ぐらい前ですかね、の歌で、エブリリトルシンさんの Dear My Friend という、これを、この懐かしい歌を、はい、歌わせていただきます。それではよろしくお願いします。Okay.
ありがとうございました。3曲目、Dear My Friend、ちょっと懐かしい歌を歌わせていただきました、はい、ではもう早い、もので最後の1曲になりまして、はい、やだやだ今来たばっかり、そんなことはない、はい、はい、本日はここでストップということでありがとうございます。最後の1曲目は、まあ、最後の1曲は、まあ、最近、まあ、いろんなところで歌わせていただいてるんですけど、やっぱり、まあ、アニソン今日は、まあ、2曲目にも歌わせていただいたんですけども、やっぱり盛り上がる歌が多いということで、ちょっと、まあ、アニソンを持ってきて、まあ、多分前回もいた方は分かると思うんですけども、同じ曲で締めさせていただきたいと思います。では、聴いてください、大丈夫ですかね、はい、では聴いてください。後半に登場で終わります。どうぞ。
だ、たくさんできますので楽しんでください。フルーツはありがとうございました。出会った頃はこんな日が来るとは思わずにいたなんか違った意味本当ですよ。カナレアさんありがとうございます。ありがとうにゃー。こんな日がいや、こんな日が来てくれて嬉しいにゃ。とっても可愛いにゃ。可愛い。とっても似合ってるにゃ。どうだよ。歌ってると全然可愛くないんですよ。カナレアさんのかけらもなかった。どうしたんですか、この衣装は。はい、このいつも着替えさせていただいてるあの、みーちゃんさんがちょっと着れないやつがあるっていうのをくださるということでちょっと今日持ってきてくださったので着てみようかなと。みーちゃん大好きや。みーちゃんありがとう。素晴らしいにゃ。ありがとうにゃ。とてもいいものが見れたにゃ。はい、ました初めて着るんでなんかどんなもんかなと思った以上に短いあんまりね、カナリアちゃん、うん、ミニスカートとか履かないですもんね。ありがとうしても、まあ、キロッと手でここら辺まである、ちゃんと隠してある気分だね。次これ着るときは頭にこう、あれが欲しいね。カチューシャが。ぜひそれ希望にやん。多分なんか100均でも多分いろいろ売ってると思うね。ちょっとそれを。物色してみてください。物色しています。物色しています。そんなカナリアちゃんですが、最近の近況報告とか告知とかございますか？そうですね、まあ、告知、まあ、近況報告というのは、まあ、ちょっとバイトをいろいろ今してまして忙しいんですけど、まあ、その合間にいろいろライブにも出させていただいてるんですが、そうですね、ちょっとイベントが、あさって土曜日20日に、はい、池袋のミキコさんですのトレインパラダイスイベントを出させていただくんですけれども、その日と同じ日にですね、ちょっと別のイベントで新高円寺かなてぃみやさんのイベントで、歌わせていただくことになっても、それはちょっと夕方からなんで、ちょっと自分のその池袋から自分の終わり出番が終わり次第に出て行ってそっちの方のリハーサルに向かってダブルヘッダーで歌わせていただく。ライブ2つ掛け持ちです、ね、2つ掛け持ちです。なのでしかも翌日21日日曜日をなぜかかなてぃみやさん別のライブで行くっていう同じ会場ですかねそういうことになるんですけど、はい、まあ、今月近いところですとそれくらいです。あとは何でしょう、年明けになってしまうんですけれども、までいわゆる歌い手っていうことではなくって、ですね、1月の7日8日にあの舞台です、はい、なんと、はい、そうです。池袋あの劇場さんの西口の劇場さんの方で、舞台に出させていただいて、でもちょっと稽古が始まったところなんですけど、すごい大変ですね。はい、はい、女優だったのかね。の仕事もちょっとだけして。詳細は多分Facebook とか Twitter とかでつぶやいていくと思うので、はい。ね、はい、まだね、未だにツイッターフォローしてない人は、ツイッターフォローしてください。そんな人日本にいるのかね。まだ分かんないけど、まあ、みんなね、ツイッターフォローしてると思うんだけど、とりあえずね、フォローしてない人はフォローしてください。フォローするだけじゃなくてちゃんとチェックもするにゃ。そうね、スケジュールのチェックにゃ。はい、よしです。多分更新頻度はなるべく低いんですけど、こう告知をちょっと上げて頻度上げていかないといけないんで、それちょっと忙しいけど頑張ります。はい、はい、というわけで、今日は可愛い衣装を見せてくださった、はい、カナリアちゃんに大きな拍手を、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと伝わってば